SSS のなななのとちいちゃんよほのぼのです。ということでこの画角から始まってるということはサムネにもタイトルにもありますようにお部屋紹介ということで、お部屋ほのぼのさんですね、年明ける前に書いてらっしゃいましたよね。そうだよ、だって年前にやるんだからみんな。そうですよ、ね、大掃除ってものは神が出ちゃいますからね、1月1日にやったら。そうなの。はい、ということで大改造したお部屋紹介をしていきたいと思います。これは年末クリスマスですよ。12月の24日、すいません、私友達と遊びに行かせていただいて、まみこと思い立ってちょっと部屋の改造をしました。いつもだったら、そうだよ、いつもだったら自分一人で行動して、また変えたのってまみこに言われる側なんだけど、今年はですね、運気を結構気にしてるんですよ。あの、私がその全部黒にした瞬間悪くなったと言われて、こうピンクに変えたりしたんですよ。で、ママが今年はちょっと気分転換に変えたらどうってママからの提案がありましてだからか、いや私も変えたかったんだよねみたいな話をしてママと一緒に交換しました。だからか、なんか今回やけにママがここ入るたびに本当この間取りにしてよかったって絶対言うから、でママにね言われるの、次はじゃあカーテンちょっと明るい色にしようかって言われました。だからそのママスピリチュアルに変わってるの。ママと一緒に改造したお部屋を紹介していきます。ちなみにここに今まで机があったんですけども、ギャグカーになってます。私クライチャーって開けるとですね、じゃーん、こちらが出てきます。でも私はね、朝の光とか本当に苦手なタイプで暗い方がいいので、こちらの遮光カーテンを今は使っております。それではまずは綺麗になった元机があった場所紹介していきます。はい、ということでまずこちらでございます。ここの3つは学校のものが入っているので見せられないということで後ろにしてます。で、ここは漢検の問題集とか英語の問題集とかがあります。お姉ちゃん漢検準二級のやつ貸してあげてるよね。受けないの？考えてます。ということでここを紹介するんですけど、これは変わってないです。一番上がジェルネイル系で、ここがポーチで、下が機材系、あのコードとかいろんなものが入ってます。で、こっち側は上と下がジェルネイルのもので入ってて、下はいろんなものが入ってるみたいな感じで、需要がないかなって感じで、ここを開けるとですね、この中にメイク道具がたくさん入ってます。で、ここはマスクとかティッシュとかそんなものが入ってて、ここは学校で使っているスクールバッグとパソコンのケースとか入ってます。ちなみにスクールバッグ2個あって、まあ、基本こっちしか使わないんですけど、好みの革のカバンと、これはももかさんとよりくんと撮った時に使ったやつなんだけど、持ってみたら結構ここの部分が短くって、でもこれ夏にいいかなと思って出してみました。こんな感じですね。ここはあんまり変わってないかなって感じです。で、この棚なんですけど、以前こっち側にあったものでございますね。これあの後ろの方ね、綺麗に拭きました。こっちにあったもの全部こっちに持ってきたので、一番左はこれあののんちゃんの教科書があるじゃん。ちょっとごめんなさい、私の教科書ですからね。なめこと一緒に片付けたんですけども、のんちゃんいなかったので、これをねここに持ってきたんですけど、いらないもの捨ててください。はい、ちなみに本当はここにね台とか置いて、ベッドなんだけど台とか置きたいねみたいな話してたんだけど、これがあるから無理じゃねみたいな。そう、これを置く場所がなくって、しかもこれ2台あるしみたいな、え、どうするみたいになって、とりあえずここにしまっとこうみたいな。しかもうちのバッグここにめちゃくちゃかけられてるんですけど、メゾンドフルール、コーチ、MCM、サマーサメガとか。何やってるんですか？ちょっとこれ気になっちゃって、はい、私ちゃんと勉強してたからさ、俺めっちゃ勉強してる。ここね、一応私のバッグ大きいみたいな感じになっております。いや、けどのんちゃんってこういうのちゃんと残せるタイプなんだね。見て見て、これ絶対あれでしょ、ソフビのやつでしょ。でも結構なんか使い方あれだね、キュッてさせたくなるよね、こういうの見ると。この使い方の広々さがすごい、やっぱ余白って大事だから。続いてベッド紹介します。はい、ということでベッドです。ベッドにはめのやつくんがいます。イエーイ。でここにですね、ジャンプの持って反対側、最近行きましたブルーアップですかね。はい、あとあの目のやつくんの残骸がこのハサミについてるんです。結構大変ですかこれ。スマホはここでね、もう一個あるんだけど、ちょっと見ておいてくれるかな。ここはですね、ここ見ていただいたら分かるんですけど、ここにね配線をがっちりつけてます。一時期流行ったゴリラゼーブみたいなやつで、
で、ここでモバイル充電したり iPad 充電したりこれ充電したりします。で、なんでここでスマホのやつを使わないのかっていうんですけども、それスマホのやつここやるとここね穴が開いてるんですよ。穴っていうかなんていうんですか、溝があるのでそこにスマホが落ちると本当にガンの絵みたいな感じの形になってしまうのでこっち側にしてます。ちなみにこちらのねピンク色のシーツ IKEA で買って交換した動画上がってるんですけども、これ枕カバーもついてまして、その枕カバーはですね隣のところに上にかかってます。で、私が枕に使ってるのはぬいぐるみなんですけども、基本的に最近はこのクロラワッサンで寝てます。でもね最近はね目のやつくんを枕にすることが多いです。どうやってやるかってちょっと教えたいと思います。こう寝るじゃないですか、ここに目のやつくんがいるんですね。ここです、この剥がれてる部分、これをこう持ってあげてこうです。そうするとちょっといい感じの枕になるんです。これ抱き枕かのようにこうやって寝てます。最近はこのねお布団の中結構あったかいんです。なのでこっち側の窓側の方を向いて寝るんです。そうすると本当にねこういい感じの体温保たれていい、こう冷たいところに置いとくと寝るときには冷たくなってて、なんかふさふさしてるんです毛が。それがとてもいいっていう、最近はそれをやってます。それではメインの机紹介します。はい、ということで机に移動してきました。やっぱねこの机ですね、私自分で選んだんですけども収納がないということで机にね全部バーって置いてあって、ちょっとママと話してたんだけど、ここにねコスメのものがあって、今箱の中にコスメたくさん入ってるんですね。なんでちょっとコスメケースみたいなのを買おうかみたいな話をしたり、あとは私はお菓子をたくさん食べるので机にはたくさんのお菓子があります。シミチョコラスク、そしてこちらイブシギン、はい、そしておはじき、これはキャンディーです。大阪かどっかで買ったやつ、まだ賞味期限大丈夫、2024年の8月までいける、自分の誕生日までいきます。あとは卵バール、そしてこれも中入ってないです、タコせんべい、ちょっとこれ軽かったけど美味しかった。あと焼き芋大福で、これはなんかのんちゃんが食べるって言ってたやつ、ウニ味のせんべい、そしてこっち側には柿の種チョコ味、そしてじゃーん、ドンキのポテトチップスがあります。どこで化粧してるんですか、いつも。ここで化粧してる、暗いけど鏡もこうやって置いて化粧してます。未だにこちらのモニターは使われてないんですか。はい、電源、あ、させるの一応させるけど、させてない。なんで HDMI からしかしたようか。いや、そういうものじゃなくて、タイピングがさ、D が壊れちゃって、普通になんか YouTube とかここで見たいと思わないの。大丈夫です。あとは、まあ、この辺はそんなに変わってないかなって感じで、なんか気になるところとかあったりしますか。この本棚も変わってないの。変わってない。あ、でも一番上にあったレフレムのバッグとかレムとか五条とかはベッドの下にしました。それこそベッドの下めっちゃ綺麗にして、教科書とか資料系がめちゃくちゃ入っててそれを全部捨てました。この右側にですね、何の棚がありますので、それではチェンジということで、はい、ということで私の陣地に来ました。ここめっちゃ綺麗にしました。めっちゃ物捨てて、ここの棚はいつもは綺麗にしてなかったんですけど、年が終わるということで大掃除ということで掃除しました。一番上にピアノの上に置いてあったものをここに置きました。おばあちゃんにもらったイブサンローランのこれをその当時持ってる人は彼氏ができると噂だったらしくってなんかおばあちゃんからいただきました。もう心配されてるのかもしれない。あとこの前買ったディズニーのティンカーベルもいます。こんな感じ。2段目はスイッチとかあと DS とかがあります。好きだよね。で、私も定期的にスイッチと DS やってる。 DS の方やってるんじゃない。マジでそう、恥ずかしながら 2DS ちょっと見てほしい。あ、そう、最近妖怪ウォッチ買ったんですよ。え、何で。スイッチで。ああ、はぐれメタル。うちも買おうかな。ここめっちゃ綺麗にしたんで机丸見えなんですよ。そう、ここで会話できたりしちゃうね。今までできなかったのに。これはアクセサリーねとかがいっぱいあって、続いて下3段なんですけど、ここを一番綺麗にしたんですね。マジでここ何があったのかもう忘れちゃったぐらい、本当に多分使ってないものがいっぱい置いてありまして、ここ綺麗にしたのには訳がありまして、今年は月に3冊本を読むっていうノルマを達成したいので本が多分増えるでしょうということで、雑誌が超好きで、ここ全部雑誌なんですね。すごいよね。月に2冊雑誌買ってて、今もそれ溜まってく溜まってくで、リビングに置いてあったりとか、あとここにしまいきらなかったものが紹介できないんだけど、ガラガラの中にでっかい本棚みたいなのがあって、こういう開くやつ、そこに全部入ってるんだけど、もうそこにも入りきらなくなったんで、もう棚を開けるしかないということで上に持ってきました。で、これはマミコに今借りてる本で、私お散歩大好きなんですよ。私もね。
でしょ、ももちゃんもお散歩大好きでしょ。お散歩チャンネルなんで好きかっていうと、多分ね、こう血がつながってね、ママもめっちゃ散歩好きだった。でもなんかこれ多分本古いからもうない店の方が多いよって言われて、そうなんだと思いながら、私ルルブとか好きなんだけど、ああママの時代はそのインスタグラムとかはないから、こういうの見て情報収集してたって言ってました。お散歩のいいところってさ、何の店か分かんなくて入るのがいいんじゃない。そう、ということでここには本がいっぱいありました。じゃあ次ピアノの方行きます。はい、ということでピアノにやってまいりました。紹介していきます。ここはまああんまり変わってないんですけど、ピアノのものを先ほど上に移したとはいえ物が多くてですね、ここら辺に口紅とかがいっぱいあって、美容系だね。ここにこれ置いとくと出る時にパッて使えるんで置いてます。よく使うのがこのマルジェラの香水、これもうない、そろそろなくなります。それでいい、うん、サンプルそれでいい。あー、これ嬉しい、これ高いよ、5000円ぐらいする。妹さんね、あの太っ腹でヘッドホン買ってくれるみたいなことを言ってくれた。言ってない言ってない。あとこれディオールのやつ持ってこうかな。うん、これなんかアルコールジェルのディオールの、はい、いっぱいあります。ここの方が綺麗にした方がいい、いらないもん捨ててった方がいいんだけど。それこそアナスイとか、これ香水使ってないんだけど、インテリアとして可愛くて香水なんだ、使ってます。で、あと私の大好きなコメダコーヒーの椅子、好きだよね。マジで米大好き。あとこれはあれね、飛び込みくんね。うん。2番もあります。そう。特権。あとは細々なんかいっぱいあるんですよ。ET の指輪とか。可愛いよねそれ。可愛いでしょ。あと今日グッチの時計を直しに行ってもらったんですよ。鏡なんですけど。グッチの時計を直してもらって細くしてもらったんで、前までゆるゆるだったんだけど、見てもうキツキツなんだからこれ。あ、それを今日直してもらってたの。そう、2時間ぐらい並んだ。ほら落ちてこない。いや、もともとなんかそれ使えなかったんでしょ。電池交換はもともとしてもらってたんだけど、ビッグカメラでやったんですけど500円で。安っ。マジ安い、グッチ。あとこれお気に入り、本当に使えるポットなんだけど、でも普通にインテリアとして飾ってるんだけど、かわいい。個人的にはこいつが一番かわいいね。頭の形やばくね。えぐい。はい、ベイビーです。ベイビーこそあるやつもいます。あとはこれ好きなおしゃれポイント、ディフューザーの香りしてた。今もしないよね。いや、するよ。これもディフューザーなんだけど、香りが1ミリもしないっていうディフューザーです。で、これ今抹茶のディフューザーね。全然抹茶の味しなくなっちゃった、もう慣れたんだ。おする。あとレコードを飾ってて、これなんかね、エイミー。レコードなんか入ってないんですけど、エイミーさんのレコードジャケをここに置いてます。次、はい、ということで私の暗いお部屋です。ここは本当に何も変わってないんですけど、何か変わったって言えば、え、これ何なかったじゃん、前まで。はい、ここが新しくできたところですね。これあのダイソーで買ったものなんですけど。そうなの。え、私もそれ欲しいかも。そう、ゲーミング用なの。本当はゲームコントローラーさせたので、ここにヘッドフォンかけてます。でもこれはこういう付け方は正解なんでしょ。そう、それは使い方が正解。ちょうどね。で、あと、ここパソコンがあって、あとこれはネイルがいっぱいあります。今使ってるこのネイル、多分取れちゃうから、すぐ直せるようにそこに全部置いてあります。あと、この持ち丸のところに SD カードと、あとステッカーがいっぱいあります。気になるの言っていい？はい。これ。あ、いいとこ目つけてくれました。こちらはですね、新しく買った今年のカレンダー、日めくりカレンダーです。日めくりカレンダー買おうかな。こママに買ってもらった。あとここら辺も何も変わってないね。え、これ使ってないんだったら私欲しいんだけど。マーシャル？そうです。マーシャの匂いで。マーシャル使ってます。私もそれ買おうかな。私鍵そこに刺すのよくねって思ってきちゃったんだよね。でもね、あれそのあれを刺すとしてもね、ここあるんだけど、こう刺すと邪魔なの。めっちゃ前に出てきて、ここがこれを抜くのがいいんですよ。すごい邪魔なんで、それは刺してないです。これはライさんですか？そう、ライさんのライブ行った時のやつ。ソフビですね。はい、あ、これはね、かわいい。全然見えてない。困っちゃう。加藤泉さんのソフビと、あとこれは雑貨屋で買った人。これはソフビじゃない。はい、ソフビじゃない。このソフビは、7000円ほどします。あと私の見てほしいコレクション。あ、違う違う。
じゃーん、これです。この前友達にこの安全バーがマジでいいよずっと語ってたんですよ。私がこれ集めてること知ってて理解できないという話をいただきました。ありがとうございます。え、何あんたが見落としてるの。安全バーでもすごい上がんない。2個もあんの。これレイジングスピリッツだよね。そう、2個つながって売ってる。そういう遊びのもんじゃないから。はい、でこっち側にはぬいぐるみがいっぱいいます。あとギターがあって、あとここはヘアケア系ね。これ東京じゃないよね。ハリドリ。そう、ハリドリもあったから買った。え、いいね。可愛いでしょ。個人的にはこれが一番好きなんでしょ。それが私も好き。ホンテッドマンションの、ちなみにホンテッドマンションここにいるからね。もうダメ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 。窓見ちゃうとかんじゃん。うわ、これもできる。そうなの。え、ディズニー行きたい。でしょ。これぐらいかな。あれは変わってない。あ、ぬいぐるみ、うん、変わってない。ギター弾いちゃうよ。ゆうち、ギター爪が本当だ。その爪で弾けたらちょっと感動するからさ。無理だよ。爪がピックみたいなもんでしょ。無理です。ありがとうございます。ギターここにあるのにアンプがないのがちょっと不自然なんですけど。はい、私のとこは以上です。はい、ってことでお部屋全紹介したんですけれども、ポモシーやっちゃいな、やっちゃいな、やばい。これね、一匹でいい、一匹でいい、一匹でいい。学校で入ってたの、なんか2回ぐらいから落とすっていうの。ねえねえねえ、やってる人が、ね、います。やだ、あんま良くない。ちょっと一回、ちょっとかわいそう。あ、来た。お姉ちゃん全然ということで、寄生虫でそういうのいたよね。反射しすぎて全然面白くないでしょ。はい、サムネ、はい、サムネ、はい、オッケー。はい、ということで本日は2024年初めてのお部屋紹介をいたしました。今年も、ね、多分ほのぼのさんいっぱいお部屋改造していくと思いますので楽しみにしてください。また今度お部屋紹介の動画見たいと思ったらヒートグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼののお部屋またガラッと変わったねと思ったらヒートグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのお部屋はですね、まみこのお気に入りでもありますので当分これな気もしますけど、のいのさんの私のベッドへの出入り、そして寝方があの多かったら少し改善策を考えようかなと思っております。それではまた次回の生番組でお会いしましょう。バイバイ、バイちゃん。Love you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your weekend games. Always on my mind, always in my brain. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.